大学は、千葉県浦安市名会後の8の1に本部を置く、日本の私立大学である。2006年に設置された。両伊佐尾寺学園医療専門学校を経営する、学校法人、両伊佐尾寺学園を母体とする、グループ法人。理事長は、両伊佐尾寺健治。医療法人社団、両伊佐尾寺会をグループに持つ。大学名、両伊佐尾寺は、以下の2点より、 人間としての品性、道を悟す、館の意味を持つとしている。両は、悟る、了解するの意。伊沢は、精神の収容により、その身に得た、優れた、品性、人格を指す。なお、両伊沢寺という京都市右京区にある新州大谷派の仏教寺院を母体とする宗門系の学校とは、無関係である。 卒業と同時に取得できる資格、理学療法士国家試験受験資格。平成24年度理学療法士国家試験、現役合格率100%。卒業と同時に取得できる資格、柔道制服士国家試験受験資格、生活相談員、中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種、免許状、CSCS CS 受験資格、健康運動指導士。 平成24年度資格取得者実績、柔道制服士国家試験現役合格率95.7%、アスレティックトレーナー合格者13名、CSCS CS 合格者6名、中学校、高等学校教諭一試免許状取得者30名2011年4月、開設。取得可能な資格は、看護師、保健師、養護教諭一種。 2019年5月より柔道部が両徳寺学園から系列の両徳寺大学へ移管された。今後部員は両徳寺大学職員の肩書きとなる。大学の最上階にある食堂がドラマ特急田中3号で使用された。その他の TV 番組で使用されている。JR 京葉線新浦安駅両伊佐尾寺大学設置認可申請書。 両徳寺大学設立準備委員会。2018年11月5日閲覧。AB、専門分野に特化した差別化戦略で、新設大学ながら知名度、ブランド力向上を実現。両伊佐尾寺大学、両伊佐尾寺、県事理事長。経済界。2015年10月6日閲覧。両徳寺大に所属名変更ついた付けで。 柔道部を遺憾産経スポーツ2019年5月3日。ありがとうございます。